ートレスクラスは一足早いお盆シリーズをお楽しみいただきました。優勝戦はザ・地元勢による好メンバーです。そして初卸しのモーターからは30番台のモーターが5機も乗ってきました。優勝を手にするのは誰、そしてどのモーターでしょうか。佐賀新聞社杯唐津大賞ガバイ王者決定戦優勝戦の開始です。進入ですがバック側に並んでいまして枠なりとなっていきそうです。1号艇の峰竜太、地元の院選は33連勝中、唐津のエース峰竜太、モーターも仕上がり資格はなしか。2号艇の森永潤、地元連覇がかかります出足上位でこの風勝機十分です。3コーサー3号艇の山田浩二、またあの時のように師匠をまくってしまうのか、出足は強力。そして4号艇の宮地元樹、33号機でどんな嵐を巻き起こしてくれるのか。5コース5号艇の小賀茂樹、23号機上昇気流です。6コース6号艇の山口隆、地元悲願の初優勝を目指しています。進入体系は枠番通り3対3と分かりました。優勝戦第12レース、インコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました優勝戦の第12レース、内側好スタート、トップスタートは1号艇の峰竜太、いいスタートを放ってきました。1号艇の峰がインから回っていく、3号艇の山田がまくる、5号艇の古賀が狭いところまくり出して1番に迫っていくも、先頭は1号艇の峰竜太。スタートは前提正常でした。バッチリ押し切った1号艇の峰竜太、まくり出しの5号艇の古賀2番手、そして3番手は3号艇の山田浩二。1周にマーク、1号艇の峰がトップで回る、2番手5号艇の古賀茂樹、3番手は2番を指して3号艇の山田浩二がさばいてきます。先頭1号艇の峰、2番手5号艇の古賀、3番手は3号艇の山田浩二。レースはこれから2周目に入ります。2周1マーク、先頭は1号艇の峰竜太、2番手5号艇の古賀茂樹、3番手は3号艇の山田浩二と回りまして向こう上面へ。上位の体型1番、5番、3番です。5号艇が少しバタバタとした間に3号艇の山田浩二がこれを捉えた。さあ完全に捉えて並んできた。3番と5番は2番手接戦と変わっての2周2マークです。トップは1号艇の峰竜太、2番手は3号艇の山田が先に回って逆転2番手に浮上、3番手交代5号艇の古賀茂樹。上位体系が1、3、5と入れ替わりました。レースは最終周回、4番手以降は2号艇の森永潤、5番手が4号艇の宮地元樹、最後方は6号艇の山口隆。さあ最後のバックへ向かっていく1号艇の峰竜太、唐津のエース、地元の院選の強さは有無を言わさずの33連勝、そしてこれで34連勝ということになっていきそうです。新モーター32号機を仕上げ10戦9勝オール2連帯文句なしの準パーフェクト優勝、今年 V6 に向かっていきます。2番手が3号艇山田、3番手5号艇の子が1、3、5、3連単のオッズは 12.1 倍です。最終コーナースピードを持って1号艇の峰、1、3、5と折り返し優勝戦第12レース、まもなくゴール。先頭1番峰、優勝のゴールイン、3番山田ゴールイン、5番古賀ゴールイン、2番森永ゴールイン、4番宮地ゴールイン、ラスト6番山口ゴールインです。第12レースの確定は1着1番、2着3番、3着5番以上でした。